はい、ということで、はい、やってまいりました、オリジナルチームの対戦。よっしゃー、待ちに待ったこの時が。いやもうね、チーム作っててマジで楽しかったんですよ。いや、マジでやばかったね。名前、ユニフォーム全部ガチガチに作って、で、はい、メンバー、ドラフトのメンバー見てない人はドラフトの動画一回見てください。そうですね、はい、1個前のね。ということで、1回戦目は、1試合目は第1チーム対、巨大チーム。はい、チーム名が、巨大ジャイアンツで、こちらが、小錦コリアン。頭悪そうな。ちょっと頭悪いんですよ。頭悪そうな名前やな。早速もうユニフォーム見てもらえば分かるんですけど、今日結構ね、大輝のチームがね、かっこいいんですよ。かっこいい。かっこいいでしょ。渋いんですよ。めっちゃかっこいい。で、なぜかジャイアンツの J なんです。バカなの。いや、なんか日本代表みたいな。そうそう。右のチームが卵焼き。卵焼き。ということでね。はい。じゃあ早速なんで、新しい生まれ変わった自分たちのチームのオーダーをちょっと解説してもらって。オッケーです。じゃあ行ってみましょう。先行高校。あ、先行高校。先行高校。じゃあ先行高校。じゃあ先行。おお。さあ、いやこれめっちゃ楽しそう。これやばいよ。はい、本日の実況解説、私東郷智則です。どうも。展開ですぞ。です。じゃあいいよ。フォーム。俺がね。さあ。そこないよ、東京ドーム。え、オーダーもこのままです。うん、はい。あ、まピッチャーだけ変えるなら変えてもらって。大谷ジェフ長、まバッターですね。あっと。マイコです。うん。これで今忘れてます。お、大谷3番にいますね。さあ、ピッチャー、うわ、千賀がいるのか。でも、そっかそっか、千賀をやっぱここは使いたいところですよね。そうだね、ドラフトで取ったばっかの千賀がいますので、やっぱりこれが使うか使わないかで変わってきますからね。はい、ということで、お互いのね、スタメンのちょっといろんな、そうですね、作戦を解説。そうですね、やっぱり1番、陽大館さんめっちゃ打つんで、2番今宮さん打つんで、3番大谷さん打つんで、全員打ちます。ということで、変わったところはもう今宮ぐらいですね。うん、そうですね。メヒアが4番に入ってる。あ、でもありそう、なんかこの巨人。いや、なんか確かにありそう。2年後とかに、そうだね、大谷とメヒアに。じゃあ、小錦コリアンズさんのオーダー。小錦コリアンズオーダーの、うわっ、はい、適当コンセプト、あ、適当、適当、よくわかんないからこれでいいやと思って。何がやばいかって言ったら、まあセンターにデスパイネ。そういうことですね。センター、デスパイネ。俺ら2人、3人はもうこいつのオーダー見ながら口らしだけないんで、もうただただ俺らこそこそ爆笑してる。そうですね。あ、デスパ違った。見た瞬間笑ったもん。センターにあんなガタイのやついたらもう笑うしかない。いや、頑張るでしょう、シビ。これでいこう。はい、ということで設定だけちょっと見てみましょうね。試合入る時のマジでキャッチボールみたいわ。デスパイネがセンター、俺だけど。OK でした。OK です。はい。はい、それでは早速、世紀の第一戦目が始まります。プレイボール！プレイボール！しゃがつぜ！これはもう負けたくないからね。まあね、競泳のり、世紀の中じゃ、競泳のり。なんか暗くね？暗くね、この東京ドーム。こんな暗いっけ。すげえ、リアルリアル。さあ、1番源田さん。うん、いやー、ユニフォームダッサいなぁ。おいおいおい、ダサいんだよなぁ。大輝のチーム、なんか強い社会人チームみたいな。そうそうそう、めっちゃありそう。よしよし、はいはいはい。さあ、2番とどのき。2番モブだな。モブだね。おお、走れ走れ。うまい、守備うまい、守備うまい、素晴らしい。ガレットさん、さあ、ここで柳田ですね。進化に柳田、この柳田がどう活躍するか。柳田さよなら。お、いやいやいや、そうですね、それはやばい。はい、やっちゃ、一回コールドにします。やってしまった、やってしまった。これ5点コールドですよね。こう似てるね、やっぱり陽大か。どうです、フォークだろ、しょっぱな。顔似すぎだね、バカ。投げました、うえー、おい、そう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 、裏返り、そうなんやな、このこいつ意外とね、マジで。お、ナイスバッティング。危ね、危ね、危ね。強兵のね、分かってても打てないでしょね。そう、分かってても打てないからね、お化けフォークだと。ただ、千賀一発がありますからね。一発罰っていうのは早い球、マジで真ん中に入り込んできたらもう行かれますね。おー、取りました。おっと、あ、くそー、オッケー。ちょ、待って、俺もう山川見るたび笑ってくるんだよ。なんで、マイハイクのやつ。やばいやばいやばい、フォークやってる、当てればなんとかある。笑けてくるわ。お、これはセーフじゃないか。これはセーフ。セーフ、ベッドピー。シャッ、来た、来た、大谷いかつい、いかつ、この映像。
やばナイスバッティング大谷素晴らしい行かれた ここでメヒア何でしたっけ巨大ジャイアンツ巨大ジャイアンツ巨大ジャイアンツが行きましたやばマジか嫉妬新加入メヒアが152m いやこれ初回コールありますねすごいメヒアマギーの4、5番でちょっと怖いね怖いフォークフォーク4、5番フォークも読んでるよさあどうなるんださあいやー線がやばいっすねやばいなあれちょっとどうした投げました変化球ストライクインローへくそあ、まあ、これヒット打つからどうせ打ちましたおっとこれもマギアシャイ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 ねえだろ引っかかるからねさあ亀井義行おー内方めっちゃ似てるうおっ捉えていくやばいあすごいなレレ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 大輝選手強いねここで男村田お来ちゃう男村田いけ男村田もうあの名前のところに男村田って欲しいわ男村田新キャラあ、うた勝ち込めたな今すげえ抜けるな男だな女ではないね確実にね確実に女ではないこれは男だあーお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 ーようやくね終わりました一回コールドは免れましたね来た山川山川さんも見るたびにおもろい俺らまっすぐ放らないからいかついわめっちゃドロップ放られてますさっさー打てね意外と前からしてでもスロースタートだもんねそうだねあんま大したことないイメージはそうだねまあなんかでもそこまで意味はないですねはいはいはいこのスロースターターはあんまり意味ないんだよねああ5番センターだデスパイネさん来たデスパイネセンターにセンターにバチゴツいやつね絵面がおもろいよないや点取らないときついっすよそうだねもう新加入がもう全然活躍しないうっそお、竹谷やばいな面白いはいあれちょっとこれやばいぞそう、全然ダメだ自分のチームで負けていいのかダメですこれ悔しいだろこれ悔しいよ悔しいね俺全勝するもん絶対うわ負けたくないもんマジで負けたくないマジで総当たりのあの票作ろうぜはいナイスバッティングナイスバッティング余裕すぎる余裕すぎる余裕すぎるやばいね余裕すぎるおっと三塁まで行くセンターでスパイダーが投げるセンターでスパイダーセンターに出るのが悪いですおもろいねやっぱりこれでホームラン打てばさよならもう終わっちゃいますねあら終わりよもうこれ終わるちょっとコリアンズ頑張ってコリアンズ頑張ろうコリアンズ次が4球目投げましたということでおっこれは1点入ったうん。オーケー。あと1点で。よしよしよくわかった。コールス。あ1点じゃあと。今日は安藤を放っています。さあいや今宮いいね。今宮いいところで。打ちました。おお。ええ座って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 。お手本のような。流し打ち。ここで3番大谷。やばいです。やばい。打ったファーストも左。あ終わった。終わった。試合終了。ゴールド。ゴールド。ゴールド。あ、完全試合なんで巨大ジャイアンツが5対0で悲惨ですコリアンズを下しましたチームでこの負け方はマジでマジでもあのこっちこあのこっちのチームエース放ってないからねエース大谷さん放ってないから放ってないね、うん、でもやっぱり新加入がめっちゃ活躍してるああ当たりますいやひどいいいんじゃないですかねこのチームちょっと強いね優勝候補だねいや、まあ、ライバルのセグさんいやいやいや、俺もいるからいやいや、お前はガンチュいやいやいや、俺ガンチュうちのチーム一番強いですからいやいやいや総合力的にメンバー的にはノリのチームが一番強いんじゃないかって言われてまあまあまあ、そうだね放出してないですから取られないで取ったって言われてる
広島目いかなかったら鈴木誠也いたからね。パワープロで最近上手くなってたのあれちょっとどうしたって大輝と相性悪いね。あ相性あるかもね。いつもやられるのコールドで。うん、次のドラマは乗りたい僕のチームなので、はい、結構ユニフォームもかっこいい感じなんで。そうかっこいいよね。ぜひ見ててください。そう、じゃあ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。絶対に勝ちます。おう。